こんばんは。こんばんは。一日お疲れ様です。今日本当にドタバタな一日でした。今帰ってきました。そう、今日からお話し会と直接とオンラインのお話し会の振り返りじゃない脳があんま回ってない申し込みが始まりました。イエイイエイイエイ。そう、いろんなところでね、リアルが増えました。幕張、広島、大阪プラス福岡が増えて、なんとツーショットもあります。ツーショットを開催するのいつぶり？結構とっても久しぶりですよね。ねえ、楽しみです。サード以来すごい。なんでみんなそんな覚えてるのすごい。大好きな人以来めっちゃ久しぶりやん。なんで4枚目からコロナの期間でしたっけ。そうだわ。そっか、4枚目からコロナ期間か。めっちゃびっくり。じゃあコロナ禍は本当に長かったんですねそして本当に久しぶりなんですね、ツーショット写真会は。そっかそっか、こりゃびっくりです。皆さんぜひお待ちしております。X のALT におすすめの日程も書きました。今第一次受付中で、第一次受付中に完売を出したいという気持ちがございますので、よかったらそのぜひおすすめのところからゲットしてくださったら嬉しいです。そう、おすすめは初日、オンラインとリアルとそれぞれの初日の1時間目と、あとは誕生日に一番近いオンラインとリアルの1時間目で、ツーショットは福岡のサンタの日と誕生日に近い幕張の日をおすすめしています。そう、
お願いします。そう、明日まで一時受付、明日までやで。ね、マジでいきなり怒涛の発表されてダンダンって。うん、岡山オレンジさんお誕生日おめでとうございます。ハッピーハッピー、いい一年にしてください。めでたい。今から3月の予定は立てづらい。そうですよね。でも今ならまだ空いてると思うので、3月のお話し会の日の予定が、なので一番に入れてください、スケジュール帳に。うん、そういえば今日誕生日だ、錦鯉さんも誕生日おめでとうございます。おめでたき、おめでとう、めでたいですね。2人もいる。今日さ、日帰りだったんですよ。もうバキバキすぎて体が。そう、朝ツイートの写真めっちゃ良かったよ。でしょでしょでしょ。あれはサラピー撮影です。サラピー写真うまい。嬉しい、ゆきりんさんファンですが、ちょうちょのお使い取ってみようかな。待ってます、待ってます、とっても楽しみに待ってます。沼に落とそう。そうですね。確かに今回サインないですね。確かに、確かに言われてみればサインない。確かにサインないですね。じゃあ当分サイン書かなさそう。いつも毎回シングルの期間にめちゃくちゃ書くので、そう、それがなくなったら本当にたまーにとかになりそう。あ、確かにチキ会とかありそうですね。確かに、皆さんそちらでゲットしてください。あ、パネルはねあるよ。全員の浴衣のパネルもあるし、選抜メンバーは16人はそれ別のパネルもあります。そう、パネルもぜひゲットしてください。浴衣の、そう、今年ね浴衣1回しか着てないから
今年の浴衣の私はレアですよ。そうなの。今日さ、眉毛さ、メイクさんに描いてもらったんやけどさ、雪かな。広島駅地下のリリーベあるかな。え、あるんじゃない？私当分行ってない。そこの場所のリリーベ行きたい。 LL楽しみ。なんかいろいろできそうですよね。そう、前回はそう岡山行きましたね。あと東京ガンダムの前で踊りました。楽しみ。いろいろめっちゃてんこ盛りになりそう。これからドドンといろいろね、リリーベとかお話し会も始まって。ガンダム危ないよそうだよね、危ない。でもガンダムいい人だよね、うん、多分。メールもよかったぞ、ありがとう。メラメラそう、メールね今日送ったので見てください。え、そうだよね。そうだよね、タコだよね。私あれ昨日生写真撮影の時にメイクさんにこれなんかおっとっと私が食べてて、これはこれですよね、これはこれですよねって一個一個紹介しながら食べてたんですよ。マジでいらん情報だったと思うんですけど、メイクさんからしたら。でこれはタコですよねって言ったら、これクジラだよって言われて、はぁ？ってなって、で隣にいた別のメイクさんにも聞いたんですよ。そしたら、え、これクジラだよって言ってて、でサラピにも見せたんですよ。サラピには写真見せたんかな。え、これどっちだと思うって言ったら、え、クジラでしょみたいに言ってて、もう私の周りは誰に聞いてもクジラ意見だったの。もう意味わかんない。私からしたらちっちゃい頃からこれはタコだからもう物心ついた時からタコだからこれはと思って、そう、え、嬉しい。
あれずっとクジラだと思ってたけど公式はタコなんだね、初めて知った。そう、あれタコだよえタコだよね本当に。え嬉しい、コメント欄はタコ、タコ派が多くて嬉しい。次会った時絶対よそう、仲いいメイクさんとね、え絶対こうだよ絶対こうだよってなったんですよ。嬉しい嬉しい。だってさ昨日は本当にもうクジラ勢が多すぎて私はもう独り身だったんですよ。ポツンとタコだよって言ってて嬉しい。やっぱりあれはタコだ。そう、解決ありがとうございました。そう、美味しいよね。その場でスマホで調べればよかったじゃん。それな。でも今解決したけんいいじゃん。早くちおちゃんにもっとアイドルズの感想を伝えたい。え、本当に聞きたいです。なんか最近お話し会がないじゃないですか。だから結構聞いてないこと、聞いてないこと感想を聞いてない、直接話してないことがいっぱいあるけん、マジで積もり積もる話がありますね。次のお話し会で、そう、まだあるとかないとか、あるとかあるとか、みんなメモしといてね。これ言ってなかった、これ言ってなかった。ちゃんちゃんも覚えておいてね本当にそう、私はもうねえ頑張りますリップ塗り直してない配信前に、けどなんかナチュラルで、これもまた雪かな。うん、ありがとうございます、時間教えてくれて。じゃあランキングを読みます。20位十文字さん、19位陽一さん、18位のりふみさん、17位ゆりやピースさん、16位ミックさん、15位俺のきのこさん、14位おじゃまるさん、13位きょんしーさん、12位ジノラゴさん、11位井上よしひろさん、10位しろうけんさん、9位ととみちさん、8位ガンスくんさん、7位アポロンさん、ラッキーセブン。6位つりけんさん、5位今日のちおちゃんが大好きなコーラさん、4位のぞみ4号さん、3位にしおさん、しーしー、2位岡山オレンジさん、つつ、そしてそして第1位はひょんなるのさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イイ、ありがとう、ありがとうございます。皆さん今日も配信来てくださってありがとうございました。明日までなので第一次受付
何卒よろしくお願いいたします。あ、スクショタイムありがとうございます。お話し会たくさん応募します。ありがとういい。行けたら行くわ、来ない人の言い方なんだよ。絶対に来てください。行けたら行くじゃなくてバイバイそう待ってますから。必ず行きますから、おやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさいちゃんと勧誘しておきました。ありがとうございます。おやすみなさい全部行くね。ありがとうございます。おやすみなさい。